柴田久氏は、日本の政治家、農林官僚、参議院議員、林野町長官などを歴任した。愛知県側中村大和副福徳に生まれる。第八高等学校を経て、1928年に東京帝国大学農学部林学科を卒業。大学卒業後、白沢英林所長、真室川英林所長、青森英林所長、秋田英林局長などを歴任した。 マムロ川英林所長時代には、スキー大会を発案、主催。これが2015年現在、74回を数える、マムロ川町、秋山スキー大会の始まりである。1952年9月3日、林野町長官に就任。1954年12月11日に、インドで開催された第4回世界林業会議に、日本代表として出席した。 1955年11月19日、同長官を退任。1956年7月8日の第4回参議院議員通常選挙に全国区から自由民主党公認で立候補し初当選。1962年の参院選は愛知県選挙区に移り立候補。得票数3位で再選を果たすが自民党現職の山本米地は押し出され落選。 1968年の参院選でも、愛知県選挙区から立候補し3期目の当選を果たした。参議院議員時代は、岡崎市副次町と東京都世田谷区上馬町に、それぞれ住所を置いた。定心委員長、内閣委員長、大倉委員長、労働政務次官などを務めた。1982年9月23日、 脳出血のため国立東京第二病院で死去。81歳没。ありがとうございます。